IWGP インターコンチネンタル王座は日本のプロレス団体である新日本プロレスが管理していた王座。略称は IWGPIC 王座。2011年1月、新日本プロレスが自社主催によるアメリカ工業を5月に行うことを発表。合わせて IWGP インターコンチネンタル王座の設立とアメリカ工業での同初代王座決定戦開催を 発表。アメリカをはじめとする海外マットにおいての IWGP ヘビー級王座への登竜門というのが設立に際しての位置づけである。初代王座決定戦は海外及び中堅の選手を中心とした8人エントリーのトーナメントで2011年5月13日から5月15日までアメリカで開催された。出場者は MVP、ヤノツー。 高橋博士二郎、内藤哲也、岡田和地ダンマフ、ジョシュ・ダニエルズ、ヒデオ・藤。トーナメント決勝で、MVP が矢野を破り初代王座を獲得。二代目ベルトを腰に巻く中村晋介。2012年7月12日、山形大会にて、中村晋介が三代目王者の後藤博士王旗を倒し四代目王者に君臨する。 中村は本王座のベルトのデザインを酷評し、新日本プロレスに対してベルトの作り直しを要求した。中村は新たなベルトと共に王座の防衛を重ねていき、本王座は中村のイメージが定着していった。2012年から2015年までの東京ドーム大会では本王座のタイトルマッチが IWGP ヘビー級王座と共に ダブルメインイベントに設定され、特に2014年は IWGP ヘビー級王座戦を退けて、本王座が最終試合に設定された。その後も、本王座は中村を中心として王座戦線が組まれていき、中村のイメージがより定着していった。2016年1月に中村信介が新日本プロレスを退団するとともに、王座が返上され、空位となった。 中村退団後の王座戦線には、棚橋博士とケニー・オメガが名乗りを上げ、長岡大会にて、本王座は、オメガの手に渡る。その後の防衛戦は、オメガが得意とする、ハードコアの要素を取り入れた試合が行われた。6月の大阪城、ホール大会では新日本プロレスでは、初となる、ラダーマッチで試合が行われた。この試合で、オメガは、王座から陥落している。 その後、2016年下半期から2017年上半期までは第15代王者の内藤哲也を中心とした王座戦線が行われるが、内藤は本王座の価値を否定し、俺はこのベルトが欲しいなんて一言も言っていない。このベルトよりも自分自身の型に価値があり、ベルトが勝手に自分についてくるという趣旨の発言を一貫して行った。これに伴って内藤は、 本王座のベルトを粗末に扱い、リング上でベルトを投げ捨て、試合後にベルトを持ち帰らずに置き去りにするといった行為を繰り返した。2017年4月以降は、この行為がエスカレートしていき、ベルトを足下にしながら入場する、ベルトをリング隅の鉄柱に投げつけて、バックル部分を破損させるなどといった暴挙にまで出るが、2017年6月の大阪城ホール大会にて、 棚橋博士が内藤から王座を奪取したことで、内藤による本王座戦線は終結した。その一方で、2017年に新たに、同種子の IWGPUS ヘビー級王座が創設された。2018年1月27日、ベルトを粗末に扱った内藤から奪取した棚橋は、鈴木実のとの防衛戦に敗れ、王座陥落。その後、 王者鈴木と内藤の構想が始まり、4月29日、熊本大会で、タイトルマッチが決定した。30分22秒の死闘を内藤が制し、約1年半ぶり2度目の体感を果たした。2度目の体感を果たすも、内藤は、やはり、このベルトは必要のないベルト、必要のない王座だという気持ちは、変わりありませんよと、王座に対する思いは昨年と変わらないと語った。 その後、クリス・ジェリコにベルトを奪われるも、2019年1月4日の東京ドーム大会で取り返した。3度目の退官を果たした内藤は、IWGP ヘビー級王座と同時に保持するという目標を立て、インターコンチネンタル王座を必要のないベルトから、同時保持に必要なベルトと位置付けた。4月に、イブシコータに敗れ王座陥落するも、 6月に4度目の王座大会を果たし、IWGP インターコンチネンタル王者として G1 クライマックスにエントリーした。王者としての優勝はできなかったが、優勝者のイブシコータが1月4日にヘビー級王座を取り、5日にインターコンチネンタル王座に挑戦したいとダブルタイトルマッチを提案する。この発言によって内藤にも、 同時保持すなわち二冠王者になるチャンスが訪れた。だが、内藤の優勝を拒んだ J、J ホワイトも二冠を狙い、さらには9月の神戸大会で J は内藤に勝利し、王座大冠。内藤は、無冠となってしまうも、11月大阪大会で J にリマッチを要求。さらに、後日、1月5日に IWGP ヘビー級 &IWGP インターコンチネンタルダブル選手権試合が行われることが発表された。そして2020年1月4日、内藤は J に勝利し、中村晋介に並ぶ5度目の体冠を果たす。さらによく5日のダブル選手権試合にも勝利し、史上初の IWGP ヘビー級 &IWGP インターコンチネンタル2冠王者となった。2021年3月1日、 関林直樹会長より IWGP ヘビー級王座と IWGP インターコンチネンタル王座を統一し IWGP 世界ヘビー級王座を新たに創立することが発表され3月4日のダブル選手権試合に勝利したイブシコータが初代 IWGP 世界ヘビー級王者に認定された IWGP 世界ヘビー級王座創立時はまだ ベルトが完成しておらず、初代王者のメッシブセは2冠王者時代と同様に、IWGP ヘビー級王座と IWGP インターコンチネンタル王座の両ベルトを引き続き保持していたが、後にベルトが完成し、3月30日の贈呈式で IWGP ヘビー級王座と IWGP インターコンチネンタル王座の両ベルトが新日本プロレスに変換された。 王者が王座返上した場合は王座決定戦によるタイトル移動。それ以外はすべて全王者に勝利してのタイトル移動。当初はベルト部分は黒でバックルは同色のものだったが第四代王者の中村晋介が同王座のデザインに対して10円玉 IWGP の権威を落とすと酷評し作り直しを要求。新たに制作された二代目ベルトは バックルの部位が金色に変更され、ベルト部分は白というデザインとなった。この2代目ベルトは経年によって徐々に白の塗装が劣化し、黒ずんで薄汚れたような状態になっていた。さらに、第15代王者であった内藤哲也は、本ベルトのフレーム部分を破壊して、ボロボロの状態に陥るが、その内藤から王座を奪った。 棚橋博士がプライベートでベルトの修復を行い黒ずんできていた革部分も塗り直し新品同様の状態まで復元した2017年7月1日アメリカロサンゼルスで行われた G1 スペシャルイン USA 工業より2代目のデザインを踏襲して作り変えられた3代目ベルトを使用しているありがとうございます